アブーアルカーイコールザフラウィーは、アンダルスのアラブ人医師、薬剤師、科学者である。西洋では、アブルカシスの鍋も知られている。中世イスラム世界で最も偉大な外科医の一人とされている。彼の医学書は、ルネサンス期まで、イスラム世界とヨーロッパで、教科書として、広く読まれた。彼の最大の業績は、 解剖の書と呼ばれる30巻の医学百科事典である。アブアルカーは、傷を消尺で治療することを得意とした。外科用器具もいくつか発明しており、尿道内を調べる器具、喉から異物を除去するための器具、耳を検査する器具などがある。コルドバの西にあるエルゾラで生まれる。スペインに早くから入植したアラブ人の家系である。エルゾラは、 武力衝突で壊滅したことがあるため、その著作以外の彼の生涯についてはほとんど記録が残っていない。初めて彼の名が記録されたのは、イブンハズムの著作で、スペインの偉大なムーア人でとして記している。詳細な伝記は、彼が死んでから60年後に、あるヒューメディが、ジェードファットアあるマクティビスに記している。生涯のほとんどをコルドバで過ごした。 コルドバで彼が住んでいた通りは彼にちなんでカージェ・アルバキシスと名付けられている。彼の住んでいた家は今も保存されており、聖堂の記念名盤が1977年1月に設置されている。そこにはアブル・カジムの住んでいた家とある。アンダルスのカリフだったハカム2世に下界として仕えた。彼は生涯とその才能を医学、 特に外科学の発展に捧げた。その最大の貢献である解剖の書は30巻にも及ぶ、医学百科辞典で、外科、内科、整形外科、眼科、薬学、栄養学などを網羅している。14世紀フランスの外科以外で処理薬は、解剖の書を200回以上も引用している。ピエトロ・アーガラタは、アブ・アル・カーを、すべての外科医の中で最も偉大であることは、 間違いないと評した。初期の業績としては、963年に、子宮外妊娠について、世界初の記録を残している。その影響は5世紀にわたって続き、フランスの下界、ジャック・デリ・キャンプスが頻繁に、解剖の書を参照しているなど、ルネサンス期になっても影響が持続した。アブー・アルカーの著作のピーター・アルギレータによる、ラテン語訳版にある、 医療器具についてのページアブアルカーの30巻の医学書、解剖の書は1000年に完成したものである。医学を広範囲にカバーした内容で、私学から分弁まで扱っており、約50年間外科医として鍛錬し教えてきた経験の蓄積によるデータが詰め込まれている。その中で彼は、医師と患者が良好な関係を築くことの重要性を、とき、 教え子たちを、マイチルドレンと愛情を込めて書いている。また、患者の社会的地位に関係なく治療することの重要性を強調している。正確な診断と最適な治療方法を選択するため、個々の症例の綿密な観察を推奨している。解剖の書は、後に、クレモナのジェラルドが12世紀に、ラテン語を訳し、イラストをつけた。 中世ヨーロッパでは5世紀もの間、医学知識の源泉とされ、医師や外科医が参照した。万人が認めているわけではないが、解剖の書には後に、コヘル法と呼ばれるようになった、肩関節の脱臼の治療法や、酸化学のアラッカーポジションが記されている。また、アンブロワーズパレの600年ほど前に、血管の縛り方を記していた。また、 歯科用器具を記した最古の書籍であり、血友病が血縁者に受け継がれることも記している。また、普通分娩で監視を使う技法も解説している。また、200種類以上の自身の外科用器具コレクションを紹介している。そのほとんどはかつて使われたことがないもので、ハミダン・ゾヒアは、アブルカシスの発明した器具として26種の外科用器具を挙げている。 体内の縫合に挑戦を使うという彼の技法は現代の手術でも実際に行われている。挑戦は最終的に溶ける唯一の自然な素材で体内に使っても問題を起こさない。解剖の書には母親の体内で死んだ胎児を監視で取り出す技法も書かれており、これもアブーアルカーの発明である。解剖の書には動脈の血流制御に 消尺の代わりに血殺するという技法も書かれている。手術用の針も解剖の書に記されており、アブアルカーの発明とされている。アブアルカーは、メス、総破器、海藻器、秩鏡など200ほどの新たな外科用器具を考案した。薬学及び薬理学の分野では、消化と上流を使った薬の製法の先駆者である。その著作、ライバーサーバタリスでは、 それまで混合した形で使われていた薬から特定の薬効成分を抽出する方法を解説している。ありがとうございます。